イージスシステム搭載艦、次期イージス艦建造が2024年にも建造開始する中、今回はイージスシステム搭載艦について詳しく見ていきますね。イージスアショア計画が動いていれば、今頃完成間近だったのかもしれませんね。日本のミサイル防衛の用として期待されていたのが、陸上配備型のミサイル迎撃システムであるイージスアショアだったが、ブースター部の落下位置の安全性担保が困難なことから、その計画は白紙撤回された。しかし、現状の日本においてこれに代わる新たなミサイル防衛の手法の確立は急務であるため、イージスアショアで調達予定だったレーダーや発射機の一部機材を流用し、それらを専用の艦艇に搭載することが決められた。イージスアショアも、その代わりとなる艦艇も、そのミサイルの制御に、アメリカのイージスシステムを用いる点は同じで、それは、海上自衛隊が、2023年現在8隻を保有、運用しているイージス護衛艦も同様ではある。そこで、多くの日本のマスディア等では、現行の海上自衛隊のイージス護衛艦と、イージスアショアの代わりとなる艦艇の混同を防ぐ意味で、後者をイージスシステム搭載艦と呼称して区別することが一般的となっている。2020年12月の段階で新造される方向が決定したイージスシステム搭載艦は、前述したように、すでに発注済みであったイージスアショアのレーダーである AN、スパイ 7V1 を流用するものと見さされている。同じく、イージスシステムを搭載する海上自衛隊の既存のイージス護衛艦は、金剛型4隻、アタゴ型2隻、マヤ型2隻で、これららには、レーダーは、すべてスパイ 1D が採用されており、イージスシステム搭載艦とは別である。この搭載するレーダーが、イージス護衛艦とイージスシステム搭載艦で異なることは、運用面からの批判の声も多く、イージスアショアで発注済みだったものを、違約金の発生も含めて、異質があっても統一すべきとの意見も多い。このイージスシステム搭載艦が、いかなるレーダーを実装するのかの結論は、今後の推移と続報を見守るほかはなさそうだが、海上自衛隊としては、既存のイージス艦と、互換性のあるものを希望していることは、想像に難くない。また、イージスシステム搭載艦は、2020年12月に、2隻を新造する方向が決められた際には、大元のイージスアショアと同様に迎撃ミサイルである SM-3 を重武装とし、ミサイル防衛任務に、専任で当たる構想であった。しかし、海上自衛隊隊側としては、イージスシステム搭載艦が、事故の防衛用の兵装を装備しないとなれば、結局は、その護衛のための別の艦艇を割かねばならず、そうした事態を良しとしなかったとも言われている。そこで、イージスシステム搭載艦は、既存のイージス護衛艦と同様に、対空、対艦、対潜兵装を装備する方向に修正されたといい、その要件を満たすことを想像すれば、限りなく、既存のイージス護衛艦に近い艦容がイメージされた。しかし、後には、イージスシステム搭載艦は、基準排排水量で2万トン、全長は 210.0m、全幅は 40.0m クラスの規模になるとの観測も生じ、多くの海上自衛隊 OB や専門家らが、その有用性に疑問を投げかけた。なぜならば、最新鋭の海上自衛隊のイージス護衛艦であるマヤ型ですら、基準排水量は8200トン、全長は 170.0 メートル、全幅は 21.0 メートルという規模であり、ことに排水量の多さと全幅の広さが尋常ではなかったためだ。この時点で、イージスシステム搭載艦の全幅が 40.0 メートルほどとまで想定された理由は、海上において波による艦体の揺れを抑えるためと、
本来陸上用であるイージス・アショアの一部の構成物をそのまま搭載するためと考えられた。こうした理由からイージスシステム搭載艦の艦隊は肥大化したと予想されたが、その巨体に海上自衛隊側から要望のあった対空、対艦、対潜兵装を備えることに加え、対地攻撃兵装も強化する方向だとの報も伝えられた。これは、折からのかつての敵基地攻撃能力。今は、日本政府は、反撃能力と呼称することで、政治的に、それらに対する反発を抑える動きを見せているが、要は長距離打撃を与える追艦、対地兵装を、イージスシステム搭載艦にも付与しようとしたものだろう。こうした動きは、既存のイージス護衛艦に対し、アメリカから、調達を検討しているトマホーク巡航ミサイルの搭載や国産の12式地対艦誘導弾の能力向上型等の兵装を水上戦闘艦である艦艇すべてに拡大したいとも感じられた。しかしイージスシステム搭載艦が本来建造に至った理由とは陸上配備型であったイージスアショアの代替策であり長距離打撃を与える追艦対地兵装を重視しすぎると、その根幹をおろそかにしないとも限らない。せっかくの大型艦なのだから、この際、既存のイージス護衛艦をはるかに超える重武装を施して有効活用したい、という理屈や論理もわからなくはないが、これまでに、前例のない規模の艦艇に詰め込みすぎな印象は、拭えなかった。やがて、イージスシステム搭載艦の規模は、前述したような巨艦から、既存のイージス護衛艦に準じる規模になるとアナウンスされ、先のようなほどの重武装化は、サイズ的には困難になるのではないかと思える。日本の防衛予算上では、このイージスシステム搭載艦について、まず、今年の2023年度分で、およそ2208億円を投じて、2隻分の一部の機材を調達することが決まっており、一隻の建造費は少なくとも5000億円以上は必要ではないかと召されている。そして続く2024年度の防衛予算内に一隻目のイージスシステム搭載艦の建造費が組み込まれる可能性が指摘されており、これが確定すれば正式な建造費がどの程度に収まるのかが一旦明らかになるだろう。一隻目のイージスシステム搭載艦は、2024年度防衛予算内で建造費を賄った後、2027年度中に収益を見込み、続く二隻目も、その翌年の2028年度中に収益させることを目標にして、建造へと着手する方向であると召されている。現時点が、2023年5月の末であることを考えても、このイージスシステム搭載艦の建造スケジュールはかなりタイトではないかと映るのだが、大手マスメディアもそうした内容を報じていることからも、おおむね間違いはないのだろう。ちなみに、海上自衛隊の最新鋭のイージス護衛艦であるマヤ型は、ジャパンマリンユナイテッド社が2隻とも建造を担当したが、1番艦マヤは2017年4月に起工。2018年7月に浸水、2020年3月に実戦配備に至っている。2番艦、ハグロは、2018年4月に起工、2019年7月に浸水、2021年3月に実戦配備とちょうど1年遅れで、同じようなサイクルで建造され、両艦ともに、起工からは、およそ3年で、収益を迎えていることが、確認できる。ただし、素人目に浜屋型をはじめ、既存の海上自衛隊のイージス護衛艦8隻は、すべてが、アメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦をベースとしているため、設計の段階で一から、積み上げる必要はなかったように感じられる。
キレに比して、イージスシステム搭載艦は、規模こそ、現行のイージス護衛艦に準じるという、方向に修正はされたものの、日本でのオリジナルな艦艇となれば、設計にも、幾ばくかの期間が、余分に必要にならないのだろうか。さて、防衛省は、2022年12月に発行した、我が国の防衛と予算題した資料で、2023年度の防衛予算の使途について開示しており、その中で、イージスシステム搭載艦を、統合防空ミサイル防衛能力の一部と位置づけている。そこでは、近年増加している、北朝鮮のロフテッド軌道、及び、複数での同時発射される弾道弾に対し、それらへの迎撃に対処する能力を、イージスシステム搭載艦が担うことを明記し、また、極超音速滑空から打倒への拡張性も有することが施行されている。